連休3日目ですね。今日はですね、昨日ちょっとラーメン食べたんですけども、ちょっとパッとしなかったんでですね、浜八堂さんの方でですね、またちょっとお昼を食べまして、それからちょっとお風呂に入ってからですね、会話もして帰ろうかなという感じですね。昨日桜の湯に行ったんですけども、やはり第一源泉がですね出なくて、第二源泉だけだったんですけども、第二源泉もかなり強烈でですね、ちょっと帰る前にですね仮眠取ったんですけども、夕方過ぎたらちょっと眠くなってしまいまして、なんかもうぐっすりという感じでしたね。見たらですね、去年の4月くらいから配管の方の痛みがあって、第一源泉が出ないということでしたね。第一源泉は少し茶色っぽくてですね、なんか木片水みたいな、なんか木の香りがするような、油質だったんですけどもね。第二源泉は透明でスベスベした感じのやつで、昨日はあれが効きましたね。かなり快適にですね、眠れましたので良かったですね。で、今日はですね、浜八堂さんは、初代店の方ですね、またちょっと味噌豚骨が食いたくなってきたんで、ちょっと向かってますね。消えてしまったんですけどね。
ないですね。ですね、今にも雨が降ってきそうな感じですね。天気予報は降るとは言ってなかったんですけどもね。だと会費が45号線になってしまいますけどね。ドン・キホーテさんにまた久しぶりに行って買い物をしたいんですけどね。すみましたね、ちょっと見てなかったようですけど、ここなかなか出れないですからね。着きますね。ハマーズドさん近いからいいですね。気軽に行けますからね。この間ラーメン二郎さんに行った時は片道1時間半くらいかかっちゃいましたからね。で30分並びましたからちょっと2時間くらいかかってましたからね。なんかほぼ1日それでなくなってしまったような感じでしたからね。
往復で3時間ですからね、そうそう。往復3時間、ちょっと長かったですね。だいぶ日が経ちましたね。難しいですね、止めるのが。はい、それではこちらでカットします。失礼します。はい、目標食2号です。今食べてきましたね。いや、今日味噌豚骨食べたんですけども、ちょっと食べてる途中で汗がかなり出てしまいましたね。前と比べてだいぶ薄味になったような気もしますけどもね。はなりましたね。この道路はまだ通れるんでしょうかね。大丈夫ですね。ルートは変わってないですかね。学生時代ここ原付で結構ですね、流してたんですよね。ちょっと狭くなりましたね。
日はちょっと行けなかったと思うんですよね。右折しようとしてたんでぶつかる寸前でしたね。結構咲いてますね。
それではこちらでカットします。失礼します。全合成、部分合成とあったんですけども、部分合成が 5W のですね、40で、全合成がですね、5W の50でちょっと硬いかなと思ったんで、まあ、いつものやつですね、あの赤缶のやつで、まあ、これが一番無難なような気もしますけどもね。時間あるんでですね、困らせたいんですね。ちょっと途中まで走ってこようと思うんですけどね。エンジンオイルは今グリーンのホワイトってやつ入れてるんですけども、今これがなんか一番いいような感じもするんですけどね。ただまだ 1000 キロ走ってないんで何とも言えませんけどもね、まあ、これ2本目ではあるんですけども、thank you。
後ろにちょっとオイル缶を置いたんで、なんかポコポコ音がしますね。
ダンプですね、連発ですね。1,2,3,4,5 休憩なんでしょうね。これはすごいですね。8台くらい止まってますね。だいぶ進みましたね。あ、今トラックで持ってきたやつがこの右手のやつなんでしょうかね。同じような部品ですけど、あ、今行きましたね。気になりますね。
ちょっと雨が降ってきましたね。火が停止しましたね。さんがあるんで一旦そこでトーナーストップですね。オイル缶の位置を変えたいと思いますね。ポッポコ音がしてしまいますからね。そういえば今朝あれですね、浜町道さんに向かうとき車洗車してた人がいましたね。即雨ですね。桜満開ですね。
それではこちらでカットします。失礼します。